D 陽気三円式単等光天の木、地の木、根元の木を時によって体の中に取り入れ抜き木で自分の木と合一させて全身に回してから自分の中で養いさらに強化し充実させます。これを養い木と言います。しずりつの姿勢から両腕を丸めながらゆっくり手を上げて行きます。両手の指は 少し丸みを持たせます。天井から糸でぶら下げられているような感覚で上半身はまっすぐ立て足は平行にして肩幅に開き膝は少し曲げます目は半眼で薄く開きます呼吸は吐く方に重点を置いて腹式呼吸でゆっくり長く吐きます両手は大木を抱きかかえるような感じで丸く円を作ります 両手のひらの間に比較的小さい木のボール、両腕の間に大きい木のボール、両膝の間に注意の木のボールの3個の木のボールを抱いている様子をイメージで感じます。この形を三円式担当校と呼びます。意識は3個の木のボールと丹田に軽く集中します。この状態で瞑想状態に入り、 自分の体の中で気が充実していくと意識します。これは先に述べた乳性の精神状態です。この陽気の瞑想は、呼気用条項の一番大切な部分なので、最低3分間できれば10分間くらい行います。体調がとてもよく、いい気持ちだ、病気が消えて、完全に健康になった、今、とても幸せにあふれているなどと。 肯定的な言葉を心の中で繰り返し自己暗示をかけますこのような病気治療に効果がある瞑想を可能にするために気候の体操をしているということを忘れないようにしますまさにこのような境地に到達するために気候があるのです普通の精神状態で病気を治そうと頑張ってみても単に焦りを招くだけで逆効果です普通の人は 何をどのように頑張るのか皆目わからないはずです。結論を言えば気候を行って乳性という瞑想状態に到達するために頑張るのです。気候により乳性という瞑想状態になって初めて自己暗示により病気を治す精神的治療法が可能になるのです。終わったら手のひらを下に向けて下ろし静か率に戻ります。 いいおさむこうおさむこうは生理体操にあたります1胸の前で両方の手のひらを合わせ熱くなるまでこすり合わせます2両手で顔を上下にこすりマッサージします額から顎までまんべんなく行います両手のひらを広げ右手を胸の上部左手を胸の中央部に当て両手を同時に 胸から下腹部にかけて上下させてマッサージを行います。この時、手のひらのローミアに気を集めようにイメージながら両手をなで下ろし、さらに下腹部のニッタに気を集めるようにイメージします。に次に両手を下腹部の丹田の上に重ねます。この時、男性は右手が上で左手が下、女性は左手が 上で右手が下になる様しまし3両手を重ねたまま回しか腹部の丹田をマッサージしますまず時計回りに10回次いで半時計回りに10回回してマッサージします4息を吐きながら両手を脇に垂らししずりつの姿勢に戻り目想して終わりますこの目想の間はできれば何も考えず 満足感にしたりながら気持ちの良い空気の中にゆらゆらと漂っているようにイメージします。